食品安全技術センターの今成です。前回に引き続き食肉の加熱条件について考察をしたいと思います。今回は特に豚肉について考えてみたいと思います。まずは低温調理が疑われた食中毒の事例について3件ご紹介したいと思います。ここには厚生労働省が示す食中毒事件詳細から事例を示したものですが、具体的な食中毒を引き起こしたと考えられる食材についてこういう記載があります。低温調理の鶏胸肉からカンピロバクターが検出された。また低温調理の豚肉を用いたチャーシューからウェルシュが検出された。3つ目、低温調理の牛レバ刺しからカンピロバクターが検出されたという事例です。いずれにしても食肉を中心とした低温調理で事件が起きているもので、これは飲食店の事例であるために詳細が記述することができましたが、ご家庭で個人が楽しんでいる場合にこういった食中毒の事件、なかなか見聞きすることがないと思います。これは病院に届け出する際に低温調理というキーワードがなければ、当然ながら病院にかかった時のカルテには低温調理でのという記載はありませんし、食肉由来だということを病院に告げなければ当然ながら食あたり急性胃腸炎ということで取り扱われるというふうに考えます。そのため個人が低温調理で楽しんでいる事例で食中毒が疑われるものについて、なかなか我々は把握することができないというのが事実です。そこで食肉ごとの代表的な微生物ハザードを整理していきたいと思います。肉の種類によって分けてみますが、まずは牛肉から見ていきます。牛肉は食中毒菌として有名なものと考えられるのが腸管出血性大腸菌 O157 を代表とするようなものです。また寄生虫としても、いくつかのものが挙げられています。鶏肉の場合は有名な食中毒菌であるカンピロバクターが中心となると思います。またジビエ肉としてはここに2種類挙げますが、イノシシ肉の場合 E 型肝炎ウイルス、クマ肉の場合は寄生虫が有名というところです。最後に豚肉について考えてみます。豚肉の場合食中毒菌というと低温細菌のエルシニアを挙げることができます。一方日本ではこのエルシニアにおける食中毒事例、なかなか見聞きすることないと思います。日本の豚肉は衛生的に取り扱われることが多く、特に無菌豚と称される SPF 豚が流通しているので非常に衛生性が高いというところです。また寄生虫もいくつか挙げられます。ところで豚肉はよく火を通せと昔の人から、聞いたことがあると思います。この豚肉はよく火を通せという言葉、何を指して言っているのか、何を注意しなきゃいけないのかというところがなかなか伝わっていないにもかかわらず、この言い回しだけはよく伝わっていることだと思います。豚肉はよく火を通せと実際に聞いた方も多いとは思います。そこで考察していきますが、豚肉の場合特に考えなければならない生物的ハザードとしてはウイルスが挙げられます。特にE 型肝炎ウイルスという名前の、略して HEV と略されますが、このウイルスを挙げることができます。農研機構による、記述によると、通常の加熱により、感染性は失うため、感染の危険性はなくなるとしていますが、一方で一部の出荷豚の糞便や死斑の豚レバーから HEV が検出される、さらに豚レバーを食べたことに起因する E 型肝炎の発生報告があるというところから、まとめとして
内臓や筋肉に HEV が含まれている危険性はゼロではないと指摘しています。そのためレバーなどの、内臓肉だけではなくて、生食を行うべきではないというふうにまとめています。こういったことからして豚肉はよく火を通せということだというふうに考えられます。厚生労働省が示す被害要因の性質等についてという調査会の資料をご紹介したいと思います。食肉等の生食により食中毒の原因となりうる主な細菌ウイルスの性質等について取りまとめたものということで、いくつかの食中毒細菌が挙げられています。具体的にはこういった表です。この表はかなり字が小さいものですからなかなか見えづらいですけれども、この部分、主な肉の種類が示されています。また一番右側の緑色の網掛けがかかっているところに危害要因の影響の大きさを4段階で示しています。具体的には A から D の、4段階となっており、A が最も危険だということを示しているものです。今示している表の中で見ていくと、一番上の腸管出血性大腸菌が A になっています。また一番下の E 型肝炎ウイルス HEV も A に指定されています。特にこの一番下の E 型肝炎ウイルス、肉の種類を見ると豚肉、さらにはイノシシ肉、鹿肉といったジビエ肉を指しています。この E 型肝炎ウイルスの記載のところを少し大きくしてみるとこういった内容が書かれています。特に人の主な症状のところを見ると急性肝炎という症状が起きるというふうに記載があります。死亡率も1から 3% となっており、特に妊婦は15から 25% と非常に高い死亡率を上げています。そこで E 型肝炎ウイルスの特徴について見ていきます。 E 型肝炎ウイルスの特徴ですが、この HEV が検出されたのは豚やラット、鹿だけだというふうなレポートがあります。またいろいろな、国、地域で、この豚から血液中から HEV が検出されたというレポートもあります。さらに日本ではイノシシの生レバーの接触が原因と考えられる急性肝炎、この死亡例が報告されています。この E 型肝炎ウイルスについては非常にノロウイルスに類似しており、小型球形の、形状を示していますが、潜伏期間は15日から50日と非常に長いものです。そこで E 型肝炎ウイルスの失活条件、加熱殺菌条件について見ていきたいと思います。豚肉を低温調理を行う際にこの加熱条件のデータが揃っていないと考察ができないということです。食品安全委員会のホームページなどから改編したものですが、アメリカは71度で加熱して保持時間なしというところで豚肉のひき肉の殺ウイルスができるというふうに示しています。次にヨーロッパですが、70度10分または95度1分の加熱を示しています。イギリスについては71度5分の加熱では感染性を示すが、71度20分での加熱で不活化を示すというふうにまとめられています。最後に香港です。香港のデータとしては71度5分で不活化というところです。さまざまな国エリアのデータが揃いました。これを表にしてまとめてみるとこういった内容になると思います。70度から71度の加熱の条件で示されている情報で、特に
OK と NG のものそれぞれを大別してみます。そうすると70度から71度で NG の場合はイギリスに挙げられているように5分となりますが、 OK というデータを拾っていくとアメリカ、香港、EU、いろいろなデータをまとめると最も長いもの20分の香港のデータが考えられます。70から71度の加熱で20分と最も長い時間を示す香港のデータが安全率が高いデータだというふうに考えられます。そこで E 型肝炎ウイルスを具体的に失活させる温度と時間の条件を考えてみたいと思います。まずは厚生労働省が食肉の加熱条件として75度1分をもとにさまざまな組み合わせを示しています。先ほど述べましたように71度20分で不活化するという香港のデータを採用して仮定していきます。さらに Z 値を A 型肝炎ウイルスの値16度として計算をしてみようと思います。そうすると E 型肝炎ウイルスの不活化の試算データですが、こういった表にまとめることができます。この表75度であれば 11.3 分、63度であれば 63.3 分。このデータを用いる際には四捨五入ではなく切り上げて考えるべきで、75度の場合であれば12度、63度の場合は64度を採用するのが望ましいと考えます。そこで食肉の加熱条件についてまとめてみたいと思います。前回食肉の加熱条件について60度前後を試算することにしましたが、改めてもう一度ここでまとめてみます。厚生労働省は75度1分から65度15分までを Q&A で例示しています。さらに調理専門書であるクッキングフォーギークス、ここには食肉の理想的な加熱温度として58から 65.5 度を示されていました。これをもとにこの64度から58度までの時間を試算しました。合わせてアメリカの農務省が危険温度帯として示している温度域 4.4 度から60度の温度域を黄色の網掛け部分で示して、この部分の調理をする際には自己責任が非常に伴う領域に入るんだということを前回解説しました。今回のお話の中で特に豚肉に注目しましたが、豚肉のデータ非常に温度と時間の組み合わせがもう少し厳しい条件になっていることが分かったと思います。具体的にはこの61から64度の温度域の時に時間が倍以上かかっていることに注目していただきたいと思います。つまり鶏肉や牛肉のような肉とは違い、豚肉についてチャーシューなどを低温調理で行う場合にはこの64度であれば55分、61分であれば85分といったように、厚生労働省が示す食肉の加熱条件よりもやや長めに時間を設定すべきという考察になりました。低温調理は楽しい調理ですし、ぜひ皆さんにはトライしていただきたいと思いますが、一方で自己責任を伴う加熱温度時間の条件を採用した場合に不幸な事故も起きる可能性があります。ぜひ気をつけて温度設定、時間設定に心がけていただければと思います。それでは次回また。